今日は、神奈川県秦野市の弘法山に来ました。バスで来たんですけど、ちょっとここどこだかよくわかんないんですね。落花生の畑がありました。花が咲いてるみたいです。いや、ちょっと入れないね。どうしようね。あれですね、これです。落花生の花です。朝に咲いて夜になると下に落ちて土の中で実になるらしいです。しかしまあ暑い暑い。早速あの辺にありますね。この辺にちょっと白いのが見えてる、あれ山百合です。一番近いところでは、はい、これです。ありました、山百合。あ、蜂がいる。怖い。まだつぼみが多いですね。ここは咲いてますけど、つぼみが2つと花が2つ。これもつぼみ。緑色だからよくわかんないかな。あの辺でかいの咲いてますね。ちょいとこれすごくない？花も結構咲いてるけど、この辺全部つぼみ。20個ぐらいあるんじゃないかな。もっとあるかな。全部咲いたらすごいよね、これ。見に行きたいな。この道にはアジサイが咲いてます。ちょっともう終わりなんでしょうかね。あちらの額アジサイは ちょうどいいぐらいですね。暑いけど頑張ってますね、アジサイの花もね。頂上まで来ました。弘法山。鐘があったり、ね、この花かわいいですね。今日してる手ぬぐいもね、山百合なんですよ。ほら、似てるでしょ。同じでしょ。おやおや、なんかすごいのありますよ。右側アジサイで、左側あれ山百合でしょ。ほらね、山百合だ。山百合の花も大きいけど、なんかいますね。これも山百合でしょうか。ちょっと違う気がするんですけどね。山百合さん、山百合さん、ちょっと道塞いでませんか。